変わるわ変わるわ。これ新品だし。あ、そうなん。そう。風に強い。読めないな。CD 缶。で、低コスト。で、コンパクトで軽量な分離型バーナー。まあ、ちっちゃなるわ。すごいコンパクトだね。ね。で、開いたらチカチッと。マツアケが出してるのがこれ。この部品。この。高さが違う。高さが違うね。ちょっと肩がない。ちょっと肩を切ってた。確かにそうだね。この滑り止めはいいね。でもこのゆらゆらがちょっと硬くな。でこの高さに合うプレート、遮熱板とかがよく販売されてるんやけど、その高さの遮熱板を置こうとすると、もともとの330の高さへと低いから木が直接当たってしまうとは聞いた。これでも全然使えんじゃん。あ、使えるよ。だけどあれか、やっぱちょっと下やからか、ここが高さが変わる。ちょっと変わるわ変わるわ。想像してたんと違う。だいぶ上がるの。だいぶ上がった。2センチぐらいやな。2ぐらいやな。もう一回切ってたから。ここが焦げてるけど、それはこっちを使って、こっちを使ってたから、そういうことね。だいぶ低いな。この辺まで熱くなるやろから。まあやろな。熱伝わるやろし。ちょっとこっちの何かな、置いとくとか、お皿置いといても温まってしまうし、これの身がもちょっとね、悪くなっていく一方ってことやろ。はいな。へえ。もうでも普通にこれで使ってあったって感じやろ。そうやね。これもメーカーが違う。これが外のバーナーやろ、で、これこの辺がマック分けのオプション品やろ、このテーブルがメーカーが出してるやつ、らしい。でもこれにぴったりのやつっていう売り方してある。そうそうそう、めっちゃ多いね、それなんか。すごいな。でもそれでもやっぱそんだけこっちが売れてるから。そう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 、これもう売れ るよね。そうそう、だからここのメーカーが外がこういうのは別に出してないのかな。なんで出さないの。あくまでも富士こうだったらもう断然絶対マッパー系の方がいいな。遮熱版の330でもあるんやね。あるんやと思うけど、あんまないらしい。310の方が人気があるのかな。
つまみの、その幕開けの、あれやな、違う。つまみの。外はどこでつける？これつまみを立ち上げて、こう回す。しまってるかの違いやから、やっぱその天板がすぐ傷んでしまうんじゃない？鍋を蒸した時とか天板が熱くなってます。そうやね、そうなった時にこっちやと埋もれてしまうから、うん、こうちょっと長めに出した方がそういうことやなってことやな。